こんにちは、あいまいスケープです。今日は僕一人がピンで出ます。今日は何の回かというと、シノゴのフィルムを詰めようの回です。一人で撮ってるけどみんないるからね、ちょっと声出して、なんか寂しいじゃん。シノゴのフィルムを詰めるのに必要なもの、まずシノゴのフィルムホルダーです。これですね。で、シノゴのフィルム、セーム側、あとブロワー、この4つが必要です。で、フィルムを入れるにあたって前準備として、このフォルダーをまずきれいにします。あ、まず手ですね。手もきれいに洗います。それは手の油分がフィルムとかフォルダーにつかないようにまず手洗いをします。で、洗った手も水分はちゃんとタオルで拭き取りましょう。で、このフォルダーなんですけど、こうやって開けてもらって、まあ、埃を払ってあげます。ブロワーで、こういうところに油分がついてたり指紋がついてたりしたら、こう拭いてあげたりしてきれいにしてあげます。埃がフィルムについちゃうと、それも一緒に映っちゃうので良くないです。ちゃんと丁寧に埃を払ってあげてください。うん、フォルダーはこれできれいになりました。じゃあ早速このフォルダーにシノゴのフィルムを詰めたいと思います。フィルムの詰め方の説明をします。これがシノゴのフィルムが入るフォルダーになります。こういう感じですね。で、白と黒があります。これはなんで白と黒に分かれてるかっていうと、まだ写真撮ってないフィルムは白とか黒とか分けます。撮ったらこうやって黒に変える。で、これで撮ったフィルムが入ってるのか撮ってないフィルムなのかっていうのを区別します。今回は白スタートで始めたいと思います。ここにロックがあるんですけど、これを外してこういう状態にしてフィルムを詰めていきます。今説明のために明るいとこで撮ってるんですけど、実際は光の入らない暗室で詰めます。この映像を見て練習してください。この状態から始めます。開けた状態です。で、ここがテープで止まっているので、これは爪でオープンします。二重の箱になってます。で、これ今も開いちゃってるんですけど、こうちぎって開けます。この時に厚紙で梱包されてるんですけど、こういう形で抜きます。小指はここにかけててください。フィルムがバッと下に落ちないように掴みます。上の厚紙だけ取って一番下に重ねます。こういう状態です。真っ暗なんで、どっちが表面か裏面か確認するためにノッチコード探します。置くときにノッチコードがガタガタっとしてるところですね、ここが右下に来るようにセットします。絶対にフィルム面は触れないでください。フィルムに触れないようにそーっと箱を確認して、ノッチコードを右下に確認してフィルムを1枚取ります。この時に指紋がつかないように端っこをつまみます。ここを指で開けて右手の小指で押さえます。左手でここですね、このポコってなってるところを指で確認して、ここからフィルムを詰めます。爪の上に乗せて落とす感じですね。で、スーッと差し込んであげます。これを蓋を戻して閉めます。この時にちゃんと入ってないとフィルムがビャンって出てきます。なので、ここは慎重に入れてください。押さえて落として詰める、閉じる。これで入りました。暗い中なので蓋が開いてないことを確認して、部屋の明かりをつけた後にでもいいのでロックしてください。これがシノゴのフィルムの詰め方です。じゃあさっき説明した流れを一連でやりたいと思います。僕は目つぶってやります。
ました。どうでしたかね、分かりやすかったかな。まあ、もし分かりにくいとかあったらコメントしてくれたらもう一回撮り直しますんで言ってください。まあ、これ詰めたんですけど、まあ、ここロックするって露出上がったね、大丈夫、いけそう、はい、ホルダー詰めたんですけど、蓋が開かないようにロックするって言ったんですけど、僕らパーマセルテープっていうのを使って、念のため、念には念をということですね、念には念をということで、ここの蓋テープをこうやって止めてあげます。そうすると、まあ例えばここロック外れたとしてもテープで止まってるので開きません。で、撮影する前にまあこれを剥がしてあげて撮影すると。撮影し終わったホルダーにはまたこの黒いパーマセルテープですね、札積みのホルダーにはこの黒いテープを貼ってあげて、ここが開かないように、ロックが外れたとしても開かないようにテープを貼ってあげます。そうすると、まあ持ち運びも安心ですね。もうこのまま現像所に出せば現像できるので、念には念をということでテープ貼っておきましょう。で、次回は、あ、そうですね、次回はシノゴの、まあ、説明、取り方、取り方、使い方、まあそういうシノゴの回続けてお送りしたいと思います。なのでぜひ見てください。じゃあまた、はい、うん。